I don't feel like talking. I just feel like walking around. Those blues will help me till the evening sun goes down. I gallop this morning looked out my window pane. I was looking for my love but all I saw was rain. Rain, 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 rain. Why don't you go away? 'Cause I've got enough trouble to lay me all this day. One day we've got ham and bagel, and the next day ain't nothing shaking. Nobody's business if I do. If me and my baby fuss and fight, and the next minute we're all right. Ain't nobody's business.
Down by the
Just keep on, keep on singing out. Yeah, 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 yeah.千葉県野田市チキチキ情報局オンフェイスブックライブ、管理人の独り言、夜は友達、通称夜友。全国の皆様こんばんは。いつもご視聴ありがとうございます。いいね、コメント、シェア、どうもありがとうございます。喋る管理人でおなじみ、千葉県野田市チキチキ情報局局長&喋る管理人、ファンキー利根川でございます。この番組は千葉県野田市及び近郊地域のホットな情報を全国に向けて発信するローカル地域情報番組です。
今夜も千葉県流山市松ヶ丘にありますチキチキスタジオより全国に向けて生放送でお届けしてまいります。はい、改めましてこんばんは、ファンキー利根川でございます。お世話になります。いつもありがとうございます。1月8日火曜日夜10時2分37秒となったところでございます。お正月も終わりまして、早8日も終了というね、あっという間の、1週間というかね、年明けでございましたけど、ちょうど先週の今日はね、元日ということでね、お正月、スタートだった、そんな感じなんですけど、なんかあっという間にね、もう1週間過ぎてしまったなという、そんな感じでありますけども、まあかなり大多数の方は昨日から、本格的にね、年明けお仕事スタートという風になりましたの2日目、皆さん本日いかがでございましたでしょうか。まあ、ちょっと寒いね、でも今日はいくらかなんかね、昨日よりは暖かかったんじゃないかなみたいな、そんな感じでございますけど、バッチリね、お仕事もされたんじゃないかなというね、そんな感じにも思っておりますが、また今夜もやってまいりました。一応12月の31日で、公約、毎晩放送という公約を立てまして、途中から10月いっぱいだっけな、とりあえずじゃあ10月いっぱい最初毎日放送しようということになってからの、そこから、また伸ばしまして、延長して、じゃあ年内毎日頑張っちゃおうかなとかっていうね、ところでやってきたんですけども、その公約も、無事31日をもって終了という、まあアディショナルタイムみたいな感じの、ところなんですけどもね、まあちょっとさっき ある方と話してたら、じゃあとりあえずやれるとこまでやろうじゃないかという、毎日放送をね、続けようじゃないかという話になりまして、確かね9月の4日かな、4日か5日になんとなく夜このぐらいの時間に、配信をね始めたんですよ、番組。なんとなくダラッとこの BGM もなく、オープニングのこのなんていうのかな、この下りを読むところもなく、始めたんですけども、なんでとりあえずそこまでいけば1年、まあ長いけどね、まだでも3分の1やったのか、4ヶ月だから3分の1終了してるからね、まあどうなるかなって、本当になんかこれをやるとね、もうこの時間に外になかなか出られないというね、もう夕方もね、いいある程度の時間になってくると、あやばい準備しなきゃというね、ことがあったりとかして、こうなかなかおちおち、夕飯もこう外に食べて、あやばいもうそろそろ行かなきゃ戻らないとなって、まあ、10時スタートなんで、まあ、最低でもやっぱり9時前には戻ってないと、そこからこうスライドショーとかをこう片付けて、準備とかしなきゃいけないんでね。でまたパソコンとかをこう持ち出してると、またこうセットしてなので、もう少しやっぱりこう時間食ったりするので、まあそんなこともね、ありつつの、4ヶ月だったんですけども、まあなんかいろいろね、皆さん本当にこう応援してくれる方がこう回を増すごとにこう増えておりまして、まあね、再生回数ってこうまあいろいろあるんですけども、でもなんか最近この放送終わってから、リアルタイムでこう聞いていただいた方のなんとなく再生回数がこう出るんですけども、それがやっぱり50とか60とか、昨日も70近かったりとかねしてるので、まあそういう部分ではこうコアなファンが、皆さんこうついていただいて応援していただけてるのかなというのも、まあ毎日夜やってきたから、それの積み重ねだったのかなって言ったりもまあしますのでね、まあちょっと、飛んでる、やっぱりちょっとね、大丈夫ですかね、ちょっとまた今日混むのかな、やっぱりこの時間ね、前半流してた時は良かったんですけどね、ちょっと待ってくださいね。まあいいや、そんなわけで、行けるとこまで、やってこうじゃないかという、チキチキ、夜のライブ配信、ぜひ今夜も最後までお付き合いの方よろしくお願いいたします。なんかね、この時間になると結構こう詰まるんだよね最近、
うん、で終わる頃は結構ねまた弾くという、やっぱ10時ぐらいやっぱ全般的に混むのかな、この回線というかさ、あの安い回線なんで、うーんちょっとねなんですけども、うん、まあいいや、今日も、頑張って、いきたいなと思いますので、もし飛んじゃった方はなんかアーカイブはね意外と綺麗に残ってるので、毎回もし聞きづらい部分はあのアーカイブで申し訳ないんですけども、 YouTube か、この Facebook 上でも結構なんですけどね、聞き直していただければというふうに思っております。はいはい、じゃあ出席いきましょう。京子局員こんばんは、お疲れ様です。高島さんこんばんは、お疲れ様です。ミッツさんこんばんは、お疲れ様です。有賀くんこんばんは、お疲れ様です。かなつさん、スーヤン、すみさんこんばんは、お疲れ様です。うーんと来てますね、ミッツさん呼んだよね。はい、キキツさんこんばんは、お疲れ様です。皆さんねコメントも入れていただいています。じゃあ上からいきましょう。京子局員、明日、検定試験なので勉強しながら聞きますね。はい、頑張ってくださいね。多分この放送を聞きながら勉強すると多分ダメですよ。うん、米打てないかもな、お許しくださいねということで、まあ、勉強の妨げにならない程度にお付き合いよろしくお願いします。高島さんこんばんは、こんばんは、まだ仕事で、あ涙、聞きながら帰ります。お疲れ様です、遅くまでね。今あのオープニングでかけてた曲も、あの三三並び押しっていうね、あの応援をするみんなをこう励まそうという曲なんですけどね、あのオープニングのところでいつも遅くまでお疲れ様ですというね、入ってるんで、なんかそれがいつもこう頭についてるんで、こうずっとしばらくねこう応援、の意味を込めてねオープニングに使ってる、曲でありますけどね、本当に遅くまで皆さんお疲れ様でございます。はい、みつさん、京子さん明日検定試験頑張ってということで、みつさんお疲れ様です。高島さんお疲れ様です。はい、京子局員、みつさんありがとうというね、有賀くんこんばんは。はい、自分も、自分も、譜面を見積もりを作りながら聞きます。あ、いいね。で僕もねちょっといろいろやりながら、今もとギリギリまでちょっと、仕事してましてね、いろいろ書き物をしてたんですけども、なかなかさすがにね放送しながら書けないんでね、一旦手を止めてるんですけども。はい、みつさんこんばんは、今日もお疲れ様でした。はい、京子君有賀君頑張れという、はい、有賀君ありがとうございます。徳兵衛さん美味しかったし、お店の雰囲気、なんともグーでしたよという、有賀君姉さんもお疲れ様ですという感じですね。あいみつさんおつ、キスさんこんばんは、今日国にとある方とはというね、これは内緒ですよ、大人の事情ありますので一つよろしく、突っ込まないように。かなさんこんばんは、音飛ぶねっていう、うん、ちょっとね今日も重たいんだよね、多分混んでるかなっていう感じかな。20今ドロップしたフレームっていうの結構今上がってるんでね、 10% 台だったらなんとかなんですけど、今ね 20% 越してるんで結構もしかしたら飛ぶかなという、感じがありますけども。はい、そうこの OBS というね配信ソフトを使ってるんですけど、うん、まあ結構ね難しい。これでもねいろいろね、こう回線の細い Wi-Fi の端末、ポケット Wi-Fi の端末でもうまくこう使えるようにはやってるんですけどね、こうなかなかやっぱりこう混んじゃうとしょうがないみたいだよね。そうで最近あの今使ってるやつ、通常は今 4G っていう回線を、結構携帯電話とかもこう 4GLTE っていうやつだっけ、使ってるんですけど、そのあこの間取り替えたやつはあの 5G っていう、もっとこうなんかいろいろこれから伸びていくだろうという 5G というね、回線というか、こう最初は 1G から始まって、その後、2G になって、まあ 3G とかもね 3G とかも多分使ってると思うんですけど、今だいたいメインは今 4GLTE とかってやってるんですけど、その上の、回線が、それ周波数帯っていうのなんていうかな、あって、そこを今ね、切り替えて使ってるんですけど、でも日中とかねめちゃくちゃ早いんだけど、
やっぱこの時間になるとね急激にやっぱ落ちるんで、やっぱりその回線混んじゃったらダメなのかなというね使う数が増えたら、ダメなのかなというところもあったりするんですけどもね。はいはい、親指堂さんこんばんは、お疲れ様です。今日は、都内の方に、出稼ぎだという、まだ帰りついてないよという先ほどねコメントあったけど、ぜひね頑張って帰るぞと書いてありましたけど、どてらいやつだなと最近ね思っております。大沢くんよろしくお願いします。そして、大原さんこんばんは、埼玉蓮田から、ご視聴いただいております。どうもありがとうございます。はい、そんな感じのね、オープニング、ラインナップでお届けしていこうかなというね、その他まだあのねこちらの方コメント入られてない方もで申し訳ないんですけどもね、あのポツンってこう青いところで視聴中ですというで、ね、こちらに出ない方もいらっしゃいます。木吉さんなんかもあの毎日入っていただいてるんですけど出ないんだよね、その青く。うまくいろいろねこれあるのかなと思うんですけど、まあいいや。もしお名前あの呼ばれてねえぞっていう方がいたらこんばんはって言って、リアルタイムコメントで入っていただければいいかなと、お名前ね漏れなくお呼びさせていただきますんでよろしくお願いいたします。なんかさ、やっぱ乾燥してるからなんか結構喋るときついんだよね。なんか、まあ、喉あれしながら潤しながらやっていこうかなと、そんな感じで思っております。はいはい、チクさんこんばんは、お疲れ様です。先ほどはあの、お乳を絞ってるところの、ね、動画をちょこっとだけねアップしていただいてたんですけどもね、また板の方で皆さんね、見れますので貴重な、お乳絞りの動画は上がっております。はい、ちくさんありがとうございます。こんばんは、今日もよろしくお願いいたします。はい、それではベラベラともしゃべりました、しゃべっちゃってねこんな時間になっちゃったんだけど、はい、じゃあ行きましょう。千葉県の市チキチキ情報局オンフェイスブックライブ、カニの一人ごと夜は友達、最初のコーナーは、千葉県の市チキチキ情報局フェイスブックグループに本日いただいた書き込みを振り返るというコーナー。今日の板、はい、じゃあ今日も言いましょう。なんか昔の鶴光さんの番組みたいになっちゃいましたね、ちょっと最近ね、リバーブ多めだって最近ちょっとお叱りも受けておりますけども、まあそんな感じでね、やっていきたいなというふうに思っております。ちょっと今リロードかけてね、まあ多分やっていくうちにね、多分10時台越すと意外と配信の状況が落ち着いてくんじゃないかなと思いますけど、小又さんこんばんは、お疲れ様です、ありがとうございます。はいじゃあ今日も盛りだくさんの内容でね、日中そうだな5時過ぎぐらいまで全然ほとんど投稿なく、大沢くん親指堂さんの投稿ぐらいしかなくてどうすかなって思っちゃったんですけど、ただその後やっぱり皆さんねお仕事終わってからいろいろコメント、書き込みの方をいただいたりとかね、しておりますので、ほっとしておりますファンキーとなりますけども、それでは昨夜の夜とも再生回数アーカイブ再生回数の発表のコーナー、152回、152回、ありがとうございます。頑張りますね、152回ありがとうございます。結構ね、なんていうのかな、結構こう回数を稼げばいいのかなというのもあるんですけども、やっぱその聞いてくれる方とか聞いていただいてのこのリアクションとか、やっぱそのこのなんていうのかな、この内容に対してのこの密度というか、ちょっと言い方よくわかんないんだけど、なんかね、どれだけこの放送を受け止めてくれるのかなとか、聞いてなんかこうねリアクションしてくれるのかなとかさ、なんかそういうのを最近結構ね、大事に考えていて、まあ、そういう、ことをこう、なんていうのかな、放送して、リアクションしてもらえるようなちょっと放送をしていかなきゃなと、そんな風に、思っておりますファンキーとなります。今日もお付き合いよろしく。じゃあ行こう。じゃあ今日の板出ました、トップ。はい、関宿畜牧場畜さんの投稿44分前、ありがとうございます。ハッシュタグ今日のだし、ハッシュタグ畜牧場、ハッシュタグ関宿ミルク、ちょっと体調崩してましたが、ああ
ね、大丈夫ですか、大事にしてくださいね、復活しましたよ、搾乳してるところをちょっとどうぞということでね、小出しに、ビデオの方を撮っていただいておりますので、これよかったら板の方でね、チェックしていただけると、貴重なシーンでございますのでね、はい、コメント、京くん体調良くない時は搾乳も控えるんですね、思いやりだなっていうね、京さんめったに風邪ひかないんですよ、私が、引きました、牛は元気ですよというね、そっか、牛ちゃんの体調かと勘違い、畜産、具合治ってよかったというね、今日ここにコメントいただいております、ありがとうございます、はい、いいね、この勘違いもなかなかチキチキらしい今日ここにでございますけどね、はい、一つよろしくお願いします、はい、親指堂さんホースになりたい、いいね、いろんな意味で素晴らしいね、畜産それに対して素敵ですね、はい、今日局員、牛ちゃんの見る時間の見したいくらいですねと、はい、チェクさんこの子なら1回に1ホースなら5リットル、1回4ホース20リットル以下、いきますかという、そうなんだ、そんなにいくんだねやっぱりね、はい、菅原さんありがとうございます、大丈夫ですか、もしかして少し、興奮に2コメントぐらい、いかますかなってますが、なってはい違ってましたごめん、いけますかね、はい、そんな感じで大河原さん、乳牛は乳を絞って甘えるそうですね、毎日搾乳、ご苦労様でございますのだと、皆さん温かいコメントをいただいておりますね、本当に野田のね、これからの、こうなんていうかな、こう、やっぱりこう酪農とかをちょっとこう、ね、前にもっと前面にこう押し出して、そんな感じでね、関宿地区酪農、というね、そんな感じのことをこれからもちょっとやっていきたいなというね、まあ、ちょっとこう起点人というかね、拠点になるこう牧場さんとしてね、やっぱ畜さん、まあ、たまたま僕が一番最初に出会ったのが畜牧場さんだっただけだっていう話なんですけどもね、すごく畜さんと僕もね、よく、していただけるようになりまして、またちょっと今年はもう少し突っ込んだ感じでいろいろね、なんかやっていきたいなというふうには思っております、はい、畜さん体調ね、ご注意されて、あんまりね遅くまでチキチキつけなくても結構でございますのでね、温かい顔して、今日もご視聴のよろしくお願いいたします、どうもありがとうございました、はい、リアルタイムコメントいくよ、来てるよ、はいね、はい、行きましょう、チクさんお疲れ様ですね、コマティユさんこんばんはってって書いてありますね、はい、キさん IPTM au 光回線 Wi-Fi 使用してるんですが書き込まないとわからない仕様なんでしょうかと、なんだろう、なんかね、この視聴中ってこう緑で出るのが出る方と出ない方がこういるんですよ、で、ね、木口さんとかね出てなくて、多分僕のこのなんていうのか、見てるパッドの端末が良くないのかもしれないよね、だから、どうこうなる青く、あ、グリーンに白抜きでね、伊藤さんが出場中ですとかさ、菊池さんが出場中ですとか、こう出る方と出ない方がいるんだよな、なんかね、ちょっとこれは Facebook の仕様のなんかなのかね、バグなのかちょっと分かんないんですけどね、はい、大丈夫ですよ、菊池さんいつもコメントいただいてますんでね、出場中は必ずこちらの方で、チェックはできてますんで、引き続きよろしくお願いします、今日局152回ありがとうございます、はい、京子君、明日から再生回数、当てクイズしますかって、あ、なんかそれもちょっと面白いかもね、でもバレちゃうじゃんこれね、みんな見れるんだから、はい、一郎こんばんは、お疲れ様です、京子君当たったら、100チキ、仮想通貨、もらえて、1000チキ集めると何かプレゼントなどというね、いいね、じゃあ 1000集めたらファンキートレガーのハグとか、嘘、すみません韓流スターじゃねえからよ、はい、畜さんありがとうございます、はい、
大事にしてください。親人さん帰ってきたからゆっくり。あ、早いね。さっき都内にいるっつってさ、30分ぐらい前。大丈夫なのかね。はい、菅原さん、ファンキーさん、こんばんはと、言います。はい、教育君おかえり、プチョーってなんかよくわかんないですけどね、親人さん送っておりますけども。はい、あ、そうで、そう、最近本当に板の方も書き込みね、たくさん増えていただいて、それになおかつコメントを皆さんちゃんとね最近読んで、こう打っていただいてる、こう打っていただけることがこう多くなったというかね。なんで、あとこのリアルタイムコメントもそうなんですけども、特にこのリアルタイムコメントが結構このトークしてどんどんこう流れるんで、みんな一生懸命こうね打つと思うんですよ。急いでついていかなきゃと思ってこう打つって打ったりとかしてて、意外とねこう誤字だったりとか、こう言い回しがうまくなかったりとかして、あと板の方とかもそうなんですけど、ちょっとねこう慌てて打っちゃったりするとこう誤解をねちょっと受けそうな書き方だったりになっちゃったりとかする方いらっしゃいます。よかったら皆さんね、こうトークで話してるじゃなくて、こう活字でどうしてもね、やる媒体、僕以外は皆さんこう活字でやってるんで、こう行き違いだったりとかねするんで、まあちょっとこうなんていうのかな、敬語がなかったりとかさあっても、まあそれは多分皆さんこうチキチキのメンバーの方こうね好意的にやってるとかっていうのはなく、悪気があってやってるんじゃなくて、たまたまそういうね慌てて打っちゃったからそうなっちゃったのかなっていうのだったりとか、まあ言い回しがちょっと焦っちゃうとね、サクッとこう言ってたりするとかありますんで、皆さんあんまりこう誤解しないで、まあ僕のコメントもそうなんですけど、あまり深掘りするというかね、深いこうところで考えなくても、大丈夫かなと思いますのでね、まああとは打つときにね焦らずちょっと打っていただければ、どうしてもこう言葉でのこう会話じゃないんでね、誤解を招いちゃうこともあるのかなと、たまにちょっとこう読んでて思ったりするね、時がありますのでね、どうぞ慌てずに、コメントとかね、打っていただければ、かなというふうに、まあ、SNS のね、まあ、マナーというか、だと思いますのでね、まあ、あと受け取った方もね、そんなに深い意味あるとは、こう感じないで、やっていただければなというふうに思っております。はい、はい、じゃあ行きましょうじゃあ続いて、ありがくん、ありがとうございます。今日も聞いていただいておりますけどもね、皆さんお仕事しながらの方もいらっしゃいますけども、はい、内山敦子さんと田舎料理徳兵衛にいます。これ関宿のお店になりますけどね、ハッピー関宿、ちょっと最近京子くんがバタバタこうねお仕事忙しいらしくて、ちょっとこのところね滞っちゃってるんですけどもね、代わりに、ありがくんがもう射程のようにやってくれてますね。ようやく伺いました田舎料理徳兵衛さん、店内とても温かみのある雰囲気で、鍋料理が食べたくなりましたよ。こちらは海鮮がメインのお店で、仕入れは都内の市場だったり、漁師さんが、直送してくれるとのことで、とにかくネタが新鮮で美味しい。ああそうなんだ。ランチの時間に伺いましたが、せっかくの徳兵衛さんに来たので、ここぞとばかりに海鮮丼を注文。はい、新鮮なネタが山盛りで、真ん中に大きなエビも座っており、ボリューム満点で美味しくいただきました。なんとも まったりと時間が過ごせる空間で、ご飯食べた後内山さんと1時間くらい喋ってしまいました。どっか懐かしさを感じる店です。通称裏剣道沿い、流山街道から宝珠花橋の交差点を利根川方面に突き当たりまで直進です。子供らの好きなマグロ丼もありますので、また立ち寄せていただこうと思います。マグロ丼のマグロは油をつかない、旬なマグロ丼とのこと。
内山さんありがとうございましたというね、書いてありますけど、すごいハッシュタグ今日のだし、ハッシュタグハッピー関宿、ハッシュタグ江戸川京子出ております、ハッシュタグ関宿の海鮮というね、ところで僕も金津さんとかからよくね話は伺ってるんです。よく金津さんたち即兵衛がよってこうなんかちょっといろいろね伺うんですけど、ちょっとまだ行ったことはないんで、一回ね前を取って、ああここなんだってこう、場所的にはこう確認したんですけどね、行かれましたかとうとうね、はい、はい、ちょっとでコメント入ってますんでね、本田さんありがとうございます。特命ランチすると知り合い遭遇率が、高い、く、長いすることになりますと、ああだねという、内山さんありがとうございます。本田さんね、知ると会えるのだと入っておりますね。こたつがあったらやばいですね、食べた後確実にゴロッとしますね、有賀くん。はい、大山ちゃんありがとうございます。先ほど友達に徳部さん行ったみたいって話した、ところでした。海鮮丼美味しそうですねと、海鮮丼美味しかったですよ、有賀くんね入っております。はい、金津さん、海鮮丼はいつでも食えるからあえて食わずに500円の日替わりを頼んだ方が徳部の、いろんな料理が食べられていいんですよと、またすごいねこの裏情報というかさ、ってことで、海鮮丼は一度食べたことがないスーヤン、もう一つおすすめは、毎回野田さんフードフェスタにも出品しているアイスクリームめっちゃうまいです。あー食のデザートにどうぞというね、すごいな、はい、アイス食べ忘れましたというね、やっておりますけども、はい、内山さん本日ありがとうございました、楽しいお話だったのでお引き止めしすみませんと、書いてあります。はい、というわけでいろいろあのスーヤンからの裏情報をいただいておりますので、ぜひ関宿、ハッピー関宿でね紹介されたお店でなるべく皆さんこう行っていただけると、ね、ちょっと地域盛り上げ、地産地消というかね地域のお店を、特にこう個人店を応援する、チキチキ情報局でもありますのでね、よかったらちょっと足を運んでいただけると、嬉しいかなというふうに僕も、頑張ります近々、ね、結構さでもここから行くと結構な距離なんだよ本当に。まあ、あのそうだな、愛宕神社ぐらいだったら、まあ、20キロぐらいかなきっとあってもなんですけど、またそっからですからね結構な感じなんでね、旅行なんだよ意外と、うん、でやっぱりこうね僕前も言ってたんだけど、やっぱりそう関宿のこの空気感とやっぱ違う、絶対にこのね あるんだよ。だからちょっとこうね旅まで行かないけど、うん、なんかねそんな感じはするね。同じなんつうの統括地区なんですけど、ここから行くとなんかちょっとこうホッとするようなね、感じる関宿でございますね。ファンキートレーナーも頑張って、南柏、限りなく南柏でございますけどもね、6号線のところから、今度行こうかなというふうに思っております。はい、有賀君とおめでとうございました。コメントでいただいた皆さんどうもありがとうございました。はい、関宿徳兵衛さんどうぞよろしくお願いいたします。食べに行ってね、昼500円で食えるからねいいよね、よろしく。はい、すごい、行きましょう。親指、あ、リアルタイムコメント行きましょう。親指堂さん TX スピードすごいですよ、もう帰宅しましたって。本当だよね、結構ふわーってこう来る感じですからさ、あんまり僕ねなんか外見てると結構酔っちゃったりする雰囲気なんでね。大柄さん今日ね、せんべい会、はい、親指堂さん柏田中駅から10分で、あそういうことね、あそっかそっか、じゃあそうだね、ごめん勘違いしてそっち行っちゃうんだね。あの梅里まで来て、ね、東武線で来るんだともっと時間かかるね、そういうことね。はい、ありがとう。スーヤンありがとうございます。 5G は通信速度が G4G の20倍だからね、接続できる機器の数も10倍くらいになるから飛ぶこともな、通信量、うん、なんかね使えるんですよ、Wi-Fi の端末で切り替えて、ただなんか室内限定って書いてあるんですよ。で
あのセットするときに5G を選ぶと室内ですねってなんか念を押されて、それを OK って押すと、あのなんで外では使わないでくださいって書いてあるから、まだなんかそういう、ね、試験段階なのかもしれないんですけどね。みんなこれやっちゃうとあれなんですけど、確かにね、あの昼間とか空いてると、ね、かなり早いけど、でもやっぱこの時間ね混むとやっぱりね、あのダメみたい。あの Google の最近やって流行ってるスピードテストをやっても夜はねもう愕然というぐらいねこう落ちてくるから、やっぱり混んじゃったら、まあ、そこまで多分あのなんていうのかな、あの回線とかが整備されてなくて、ほんとちょろちょろってこう一部使えてるかなっていうところじゃないかなきっとね、うん、だからまあこの時間とか混んじゃうとさ、うん、みんなねその機械持ってる人それ使っちゃったら、うん、あれ太くなかったら混んじゃって同じだからね、まあ、これから多分ねこのあと、うん、何年か後はこれが 5G がこうメインになるのかなっていうね感じはありますけど、まあ頑張ってやっていこうかなというふうに思っております。はいはい、すいありがとうございました。はい、ちくさん、徳兵衛さん美味しいですよね。あーなんか美味しい美味しいって言われちゃったら腹へんだよね行きます、関宿の旅にね。うん、最近ちょっと関宿ご無沙汰しておりますので、ファンキートレーナーもね、行くんじゃないと思います。はい、今日曲にですね、前の会社の時は毎日行ってましたと。おーすごいじゃないですか。はい、はい、ありがとう。スーヤン、ありがとうございます。牛乳って牛の体液だよね。うひゃなんてことを、岩月スワピちゃんが、言ってたよ。彼は牛乳飲めないらしい。あ、そうなんだ。なんかあんな、ね、詳しいね、ワピちゃん、はい、ありがとうございました。で今日局員、すいやん、前回お料理教室の時になんとなく聞いたような気がします、ワプちゃんらしいですねとワプちゃん飲めないんだね。ミツさん、親人さんお帰りなさい。大河原さん飛んでイスタンブールショーの前よ、まあいいや。はい、チクさん、ヨーグルやチーズは好きだけど牛乳は飲めませんって言ってましたっていう、あ、これワプちゃんの話だね、岩月先生っていう。そう、ワプちゃん知らない方もいらっしゃるかと思うんですけども、野田在住で、いろいろ、こう植物とかこうすごい詳しくて、でなおかつ高校生の時にあのお天気予報、あ、天気予報とかをこう読む気象予報士の資格まで取れてるんですよ。取ってる方なんで、ね、すごくそういう部分ではこうかなり、そういう世界では有名な方なんですけどもね、野田市在住で、ワピチャンネルって YouTube で検索するといろいろ、それこそ僕もそうですし、スーヤンもとかこう映って一緒に、やってる動画が、野田を紹介する動画で上がってますんで、よかったら、ね、ワピチャンネルちょっとチェックしていただけると、スーヤンは秋ぐらいにやって、僕はもうちょうど1年前ぐらいかな、今ぐらい1年前ぐらいの動画で僕とあとスカイミュージックレディオで一緒に喋ってるナース葵ちゃんがなんと関宿の土手で歌を歌ってるというね、あの土手 の, あの斜面のところの草むらの中で歌を歌ってて、ワフちゃんと僕がこっちで見てたっていうね、そういう動画上がってるからよかったら、見ていただければとね、市役所の島津くんっていう方が結構頑張って、やってくれてるんでね、はい、よろしくお願いします。はい、ミッツさん TX 早いけど高いよねと、すごいね現実的な、コメント、ミッチありがとう、ミッチらしいですよ。はい、チクさんヨーグルトって書いてあります。はい、親指堂さん、ミッツさん、今日はお客様が交通費をいただいてるから TX でした。ああ、まあそういうことあるよね、大人の事情、初乗り高すぎなのだ。大河原さんね、うん、あの短い、だから流れ山あたりからこう都内とかってこう短距離だとね結構高いんですけど、やっぱりあのなんで筑波駅からこう長距離だとそんなに変わらないっていうね、感じみたいですけどね。はい、まあそんな話も入れつつ、図では板の方に、戻りましょう。はい、皆さん引き続きリアルタイムコメント頑張っていきましょう。火曜日ですけどね、頑張ってください、いきましょう。はい、じゃあスーヤンありがとうございます、出ました。なんかやっぱり最近
こうチキチキの中でこうセキュアードブーム来てるのかな。なんか結構ね皆さんこうセキュアード僕もセキュアードセキュアード結構言ってるんですけど、うん、はい、スイアンです。関食品の焼き豆腐と逆さいこんにゃくの白滝ですき焼きと来ました。もう本当にね野田の、うん、模範生の模範市民というかまあなんですけどね、関宿すき焼き的な、感じなんですけどもね、いいね、もうバッチリいいよね。このすき焼きのさ写真を出すのに肉をメインに映さないでこのなんだ、関食品さんの焼き豆腐と白滝をガンガンってこうね逆さいさんの白滝を持ってくるあたりがやっぱりスーヤンだなと。素晴らしいね、地域活性本当に、素晴らしいなというふうに思っておりますけどね。例によって牛肉は脇役ね、なっておりますが、食べる時もそうなんですかね。意外と牛肉はこう少なめで、豆腐白滝、野菜が多めなのかなと、そんな感じに思ってますけどね。はい、ありがとうございます。はい、コメントいただいております。はい、お、出ました、焼き豆腐、関食品関さん、おーな、関食品の焼き豆腐、主役の座をゲットと、コメントいただいております。関さんどうもありがとうございます。いいね、はい、たまにあえて肉なしで、すき焼きしても大丈夫なんですが、関さんの豆腐がないとすごく寂しいんですという、曲君で、ね、肉なしですき焼き、寂しくないよ、美味しく作りますって書いてある、ね、はい、そんなことをねやっておりますけど、まあいいね、こういうんでこれどんどんねやっぱり、広がっていくとね、面白いかなと。こういう情報が野田だからさ、なんて野田はのすき焼きの写真はさ、肉はちょこっとしか写ってないけど、市内で作ってる白滝と豆腐がメインで撮ってるぞみたいなね、そんな感じがすごくいいなというふうに思っております。はい、水曜どうもありがとうございました。食べ過ぎ注意ということで一つよろしくお願いいたします。はい、これは僕の、ね、投稿かな。はい、あ、すいません、僕のこの予告投稿にまでコメントいただいておりました、ありがとうございます。はい、そう、ここでさっき、1時間前ぐらいでね、親御堂さんがまだ都内放送に間に合うかなっていうね、やってますけどね、アーカイブでって言ったら意地でも帰りますという、すごいね、このチキチキのチキチキ魂というかさ、なんか素晴らしいなというふうに、どうせ2時間やってるしという2時間やることを前提に考えてるのかよみたいな、そんな感じですけどね。一応僕の方はコメント、さすがです、どてらいやつと、コメント、わかんないよな、きっとどてらいやつって言ってもさね、よかったらGoogle でどてらいやつ、どてらいひらがなで書いて、やつは男と書いてどてらいやつと、なってますのでね、意味のわからない方ぜひ Google で検索してみてください。はい、みつさん、最近は2時間超えなので余裕で間に合いますよねというさらっと、書いてありますから、はい、いくやちゃんありがとうございます。都市の紛失事件があった宿題、本日もらってきたので宿題終わり次第参加しますと。大丈夫ですよね、急がれなくても結構です。はい、トシキ君宿題まだあったの書いてありますけどね。ファンキさんこんばんは、今日もお疲れ様です。みっちありがとう。はい、リアルタイムコメント、菊池さんありがとうございます。新鎌ヶ谷から北総北総線、切符代びっくり。ああ、そう、北総線の方が高いよ、本当にもうね、びっくりするぐらい高いよね。うん、まあ、それに比べまだ TX はまだね、うん、だからいつだったかな、千葉ニュータウン中央からなんかね押し上げまで行ったことあったの、とんでもない値段なんだよね、1000いくらとかだからね、びっくりだよ本当に、うん、だからなかなか増えないよね、あの辺、なんだ、昭和のその僕ら生まれてちょっとぐらいからニュータウン計画で、ね、どんどんやったんですけどね、まだあの感じですからね、なかなかやっぱり電車っていうのは大変なんだな、うん、ね、大変というか、うん、こんな感じだよね。はい、スイアンありがとうございます。親御さん、柏田中駅といえば駅前にリンっていう中華屋が
めっちゃうまいんだよなと。なんでそこまで知ってんですか。柏田中のことまで知ってる。もうね、僕は名前は聞くけど、ほとんどなんか駅前わからない。霞かなんかがあったのはちょっと通りかかった時にちょっと記憶あったけど、はい。すごいね、柏田中駅、といえば、リン。もしお時間ごとだったら、今度じゃあ親御堂さんちょっとね、よかったら中華、スーヤンおすすめの、リンさん、チェックよろしくお願いいたします。はい、大原さん、ずずしいやつという、これ親御堂さんでもなんかいただけるとこいただけるみたいですよ、交通費はね。はい、あそこの評判いうの行ってみますね。あ、もう来てますね、すぐ。はい、そうだよね、あの服、あの界隈だとそうなんだ、柏田中ができたから、そう、あ、そういうことね。あ、ちょっとねそれノーマークだったな、なんか、あ、わかりました。なんかちょっと考えるときにそのあれも頭に入れときましょう。はい、リアルタイムコメントを引き続き、お待ちしております。それでは板の方に戻ります。はい、じゃあ埼玉県は、蓮田から、小原さんありがとうございます。4時間前の投稿ということで、昭和40年代懐かしの女子高生制服、左、野田女子校、右清水高校、これ女子の方のね、これなんだ、セーラー服と、清水高校はなんだろうね、これね、ジャンパースカートじゃないの、でも違うのかな、セパレートになってるのかな、ちょっと写真だと黒いからうまく見えてないんですけどね。すごいね、よくこういう写真見つけてきますね、どっかかしらね。はい、僕らの大先輩ですね多分。はい、コメントいただいております。じゃあちょっと読んでいきましょう。大田原さん、ありがとうございます。懐かしの、女子高生、10代の頃電車の中で女子高生に囲まれてドキドキしたのを思い出しましたと。いいね、こう甘い思い出。近藤さん、ありがとうございます。私は清水高校の機械科でした。昭和51年頃、の話です。懐かしいなという、大河原さん、昭和42年卒です。清水高校、当時工業科学に、機械3、商業に、食品科学1、合計、同級は8クラスも、ああそんな結構そうだったんだね。近藤さん、大原さんは私の大先輩ですね。あの当時は女子も食品科学にしかいなくて、それも人数です、何人しか、いなくて、ほとんど男子校でした。なんか僕らの頃もそうだったと思いますよ、きっと。昭和何年、何年ぐらいあったのあれ、1980何年ぐらいかな。もっと前は女子もいたんですよ。はい、近藤さん、いいですね、皆さんこの女子の投稿に対してはすごいですね。野田女子校というわけで、当時はドキドキしました、懐かしいなと。大原さん、当時の、清水高校は商業科全体で約150名ぐらいしか、女子はいませんでしたからね。はい、ミッチさん、野田校のセーラー服懐かしい、ネクタイ短くしてた、スカートは長い人と短くする人とは分かれてましたね。ああそうなんだね、ミッチは野田校だったよね確かね。はい、大川さん、写真の女子、ご生存ならば72歳ですと。野田校、野田校女子は、生涯のマドンナなの。アイドルの制服ないんですか、フードフェスタ、これアイドルミツさんのことだね、昔の制服着用とかみんなやったら話題になりますよねと。ね、これ入る方と入らない方いらっしゃるんじゃないですかね。もう僕なんかもう無理だね、ないけども。ミツさん、制服ないですよ、うち実家が昔火事で全焼して
制服も卒アルも燃えちゃいましたというミツさん、すごいね、すごいことをさらっと書いてくるミツさん、そうだった、大変だったんですねミツさんね、実家全焼というミツさんなんですけども、はい、そうだったんですね。ではチンカ見舞いで当時の制服調達するので次回のフードフェスタ、ぜひご披露くださいとね。また有賀君こう食いついてくるときがすごいな、有賀さんグッドアイデアなのだと、書いてありますけどね。はい、ミッツさんありがとう、ボス団長の母校の制服の調達もお願いいたしますと、なっております。はい、ちょっとその他いろいろねコメントたくさんいただいておりますけども、あとでまた皆さんで、ね、ちょっと読んでいただければっていう感じありますけども、まあちょっと白黒だからね、なんか当時はしょうがないんだろうけどね。いいね、ミッチさんのなんか見たいね、あの当時の、制服、大会、じゃチキチキ女子、高校時代の制服大会みたいなのねあると、なんか変な、ね、野田のコミュニティでさ、なんかあの大人の方々みんな制服、女子制服着てたよっていう写真撮ってたよとかさ、なんか良くなくないそういうのね。こんな感じなんじゃん、あのさ、これ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 、ちょっと今画像切り替えけどさ、これこういう感じ、あ今消えちゃったごめん、スライドショーしかないんでごめんね、今回ってくるけどさ、はい、制服話で、ちょっと盛り上がっております今夜の、チキチキ、でございますけどもね。はい、今日くぐん初めて聞いたってね、なんだろう、親御堂さんのところかな。はい、チクさん白黒いいねな、さっきの制服の写真だよね。はい、そうそう、これこれ、あずれしって消えちゃったよ、なんか良くない、なんかほらあの女子は制服姿的なさ。はい、今日くぐん白黒良いです、スイアンカナさん、ロック好きにはたまらないギターが陳列してある元バンドマンの中華屋さんです、ランチの、中華丼食べてみてマグマ、マグマみたいな空間、あーここさ、カナさんこれお店の名前わかる、あのああがってリンか、あのそうだな、そこのあのそのなんだ、駅のとこから県道北柏の方に向かって行って田中の農協がある手前のうーん北柏の方を見て、ね右側がね中学だったかあんだよね、中学校があってその向かい側に中華屋さんがあったんだよ、ちっちゃい中華屋さん、名前忘れちゃったな。でそこをあのね、結構僕より一つか二つ下の子がいて、そいつもねバンドマンやってたんですよ確か。でそこのあれかな、独立してそこに出したのかな、なんかなんかちょっとねふとそんなこと思ったんですけどね、ちょっとそこのお店の名前忘れちゃったんだけど、僕まだあの柏の市場に勤めてた時にあのたまにっていうか、なんか一緒に働いてるバイトの子がそこ の中華屋さんの息子さんというかその子と同級生で、なんかよくそこにね食べに行ってた気がするんだけどね、その子かな、独立してそこにお店出したとかね、ちょっとなんかすごい昔の話で分かんないんだけど。はい、親御堂さんありがとうございます、猫舌だから無理かもですと、書いてあります。はい、藤井直ちゃん先輩こんばんは、お疲れ様です、よかったらお付き合いよろしく、コメントよろしくお願いします。はい、今日クッキン、女子のセーラー服姿は鎖骨が綺麗だと美しいですよねというね、書いてありますけども、はい、はい、スーヤンありがとうございます、すき焼きの写真、実はネギもほうれん草も白菜も小野田さん、あーそうなんだ、それも書いておいてね、一応アピールできたなと、というわけで皆さんよかった、先ほどの写真、実はネギもほうれん草も白菜も野田さんですということで、肉だけ違うんだね、野田のさんの牛肉じゃない、 あるのかな、ちょっとわかんない、チクさんわかるっす、もしよかったら、なんか前あれはなんかチクさん実は先週だったか先々週になんか書いててくれたやつ、あれ野田のあれなの、牛さんの肉だったのかな、ちょっとわかんないけど、うん、
全部野田って言うね、全部野田で あの調達する食材で作ったら、あの野田すき焼きとか言って、称号をつけてやるとかさ、なんかねそういうのいいよね。はい、野田で美味しいすき焼きが全部揃うぞ、具が全部揃うぞ的なね。はい、はい、今日すいやん、ザ・関宿すき焼きですねと。すごいね、関宿すき焼き、いいね。まあ、野田すき焼きでもいいと思うんだけどね、うん、野田で全部調達できればね。はい、親指堂さん、すき焼きにほうれん草、春菊じゃないのと、やってますね。そう、まあいろいろね、具はね各自いいんじゃない。僕はなんか結構春菊好きなんでね、春菊の天ぷらが僕大好きでさ、なんかあの苦いのがね、そう、春菊の天ぷらと、あと人参の天ぷらと、あと生姜の天ぷら大好き、あ紅生姜、はい、大河原さん来ました、すいやん咳好き、すごいね、いいねその感じ。はい、あーそうだ、はい、親指導ありがとう、田中中、あそう田中中の前、そう東洋、東洋、そう、そこのさ、だから僕行ってた頃はまだ息子さんがだから僕より 2,3 個下なんで、だから20歳前ぐらいとかだったんだけど、確かねバンドマンだったはずだよ、違うのかな。でそこのお兄ちゃんというかその子が独立して、その前にお店出したとかそういう感じは、ちょっとふとそんなことが今頭よぎったんだよ。確かねギター弾いてたと思うよね、バンドやってて、うちのバイトの子たちもバンドやってて、なんかそんなことをこう言ってたから、違うのかな、まあいいや。はい、チェクさん、あの子は馬、うちの生まれの牛で、育ってもらいました。あーそうなんだ、東松山の、国分牧場さんっていうのがこれで育ってもらいました。あーこれから野田生まれの輸入を取り組みをしようと思ってみる。あーそうなんだ、そしたらもう完璧だよね、全部で。それを金津さんが美味しく作るというところで、そしたら野田好きでこうね、金津さんブランドね、あれしてもらって作ってもらってでいけるじゃないですかね。でなぜかまあ全部野田だったら写真の写りもさ、ちょっとじゃまずいなと思うんだけども、なんかいいんじゃないですかその感じね、なんかすごくいいんじゃないですかね。金津さん、よかったら、最後は野田の牛肉でいけると盛り上がるかなと、そんな感じに思ってます。ちょっと楽しみですね。ほらなんかさ、そういうのをどんどんこうね、もうこれ、まあ、これからの取り組みだから、まあね、水面下でやっててもいいんだろうけど、なんかこういうのをベラ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 こうさ、そんなこともなんか始まるんだよみたいな、いろいろこうね、動いてるとかもこうベラベラこう喋って、ね、告知したりとかしてちゃって、告知ってさなんだけど、行くのはこう面白いんじゃないですかね。ああなんてそんなことやってんじゃあ応援したいなとか、ちょっと興味あるなっていう人もこう増えてくると思うんでね。なんかこういざ作ってからじゃあ宣伝しますっていうと、あんね、ああいいね、こういう情報も本当に嬉しいな、まあ、水面下の情報なんですけどね、嬉しいです。はい、今日クギン、春菊の天ぷらもいいですが、春菊の白あえが、すごく好き。ああ白あえもねいいね、美味しい。はい、今日くん、チクさんすごくいいですね。はい、楽しみです。皆さんコメントいただいております。はい、いいね、キッコーマンのすき焼きのタレとか書いてますけどね、だタレの調合はスーヤンが担当するとかさ、で写真もこう写ってにんまりとしてさ、もういかにも美味しそうじゃないですか。なんかこう金津さんがこうバンってさ、なんか一緒に写っててさ、僕がプロデュースした野田好きとか言って、なんかちょっと嬉しいな。それで CM お腹とかポンポンって叩いてこうさ CM やったらすごく僕的には面白いかなというふうに思って、チクさん待っててくださいとね、本当になんかそういうね、本当に、なんか僕的にはかなりこう酪農とかさ、結構こういろいろ、まあ、牛乳ね、セキュアドミルクもそうなんですけど、結構こう気になってるところでありますのでね、今夜もなんかすごくいい情報をいただきましてありがとうございました。はい、すごいねこの、なんか
なんかよく分かんないところから、来たんですけど、この金津さんのスーヤンの、すき焼きの、材料の写真1枚で、こんないろんな情報がね吸い上がってくる、吸い上げるって大変だけど、出てくるのはなんかチキチキならではのかなと、いうふうに思っております。セーラー服の話もね引き続き、皆さんよかったら盛り上がっていただければ、ミッツさんの ねセーラー服の写真もぜひ、どっかでねアップしてあればいいかなと、そんな感じで思っております。はい、じゃあ板の方に戻ります。大山弥生ちゃんありがとうございます。2時間前投稿です。はい、普段自宅では味わえない出前と書いてありますね。出前って言ったら出前一丁思い出したんだけど、まあいいや、今日結構このこういう系の話題が多いですね。はい、つい出来心でと、カツ丼を食べてしまいました、かっこ笑い、ハッシュタグ今日のだし、ハッシュタグことぶき、これことぶきさんっていうところなんだの出前なんだ、出来心いいね、大歓迎と。僕はもういつも出来心、まあいいや、はい、すいません。はい、やよちゃんありがとうございます。いい加減デブ活に収集を打たなければと。まあね、それは僕たちに言う言葉ですからね。はい、すいません。はい、京君、やよさん、それ以上に活動しているから大丈夫ですよとね。はい、意外と、やよちゃん意外とゴロゴロしている時間が多いです。戦術術で運動した気になっちゃってと。あ、大変だからね、ああいうこう体をこうね、いろいろこうマッサージしたりとかするのはね。はい、親太さん、弥生さん、それわかる、治療で心身ともに使うからねと。あ、意外と消費カロリー低いんだよね。ああ、やっぱそうなのかな、でもなんかあの集中力とかやっぱすごいんじゃない、こう神経をこう使うのはね、やっぱり大変なのかなとね。弥生ちゃん、そう、意外と消費、してないんですよねと。そうか、おね、はい、そんな感じでやっておりますけどね。美味しそうなカツ丼、はい、いいな、なんかカツ丼のなんかそういうもん、なんか腹減るよ、この時間こういうの見ると本当に。さっき結構ね食べたんですけど、やっぱり6時ぐらいに食べちゃうとね。はい、これ何、市内のお店なのかな、ことぶきさんね、これよかったらちょっと情報、お店情報いただけると。はい、はい、やぶちゃんありがとうございました、ね。頑張ってお仕事されてね、カツ丼がっつり食べていいお仕事をしていただければというふうに思っております。はい、リアルタイムコメントありがとうございます。チェクさん、かなつさん、おなか、かなつさんのお腹いいねって書いてますねお腹いいねすごいな。はい、親ぶどうさん、チェクさん、小又さんのアイコンの写真ねと。ああ、そうそうかもしれない。あれはでもあれじゃないの、小松さんのやつは日立牛と書いてなかったこの間。はい、チクさん、よろしくお願いいたします。はい、スイヤンありがとうございます。ディーンの方は柏のモラージュの仲介に勤めて、た方、あ、そうなんだ、じゃあちょっと違うかな。あー、そっかそっか。あ、でもなんかね、そう、親御堂さんからさっき、東洋さんの話が出てたんで、これあるんですか、まだ東洋さん普通にやられてるんですか。ちょっと懐かしいな、一回行ってみようかなと、思ってます。はい、大柄さん、春菊売ってなかったのよと、スイヤン、コメントいただいております。ありがとうございます、ね、本当に皆さんね、この時間、コメントでやり合っておりますけど、ありがたいなというふうに思っております。はい、というわけで、いろいろね、コメント投稿いただいております。はい、じゃあ板の方に戻りましょう。石川さんの投稿でございます。はい、エアロスポーツジュニアアカデミー、16期生、終了記念、教材、展示開催ということで、スカイスポーツ振興会さんのですよね、スイアン、これそうだよね。はい、1月の9日から13日12時まで欅のホール3階にて無料でということで、いろいろ、板の方ね見ていただけ、今スライドショーも今日なんかね、スライドショーのね写真がね、なんかこうちっちゃくして今日表示されてなくて、ごめんなさい、ちょっとセッティングがまずかったのかもしれない、ごめん。詳しくは板の方を見ていただければ分かるんですけども、石川さんの、ところで、飛行機のね模型みたいなのとかいろいろこう作られてる、エアロスポーツジュニアアカデミーという、方が皆さんこう、
作っていただいたやつなんですけどね。はい、あ、石川さんコメントありがとうございます。飛行機の歴史を模型で展示して、ああ、それなんだ。リリエンタールの、グライダーからロケットまでと。ちょっとね、僕的に詳しいことは分かんないですけどもね、ちょっとこれ写真いろいろ、あの、あ、そうか、なんか昔の初期の、リリエン、あ、全部なんかあのコメントを添えて、ありますので、ちょっと飛行機とかこう興味ある方とかぜひね、欅のホールの3階で開催中、無料でなっておりますね。無料、ただダータロハ、どうぞよろしくお願いいたします。で、野田も本当に関宿のあそこの、滑空場のところでね、こうやったりとか、いろんなこうスカイスポーツのイベントも、一生懸命こう皆さんこうされてますので、ぜひちょっともう僕も全然今まで興味、申し訳ないんですけどもね、こうノーマークだったんですけども、ちょっと、機会見て、見たいなと、そんな感じで思っております。昨日のあの金さん挙げてくれた気球のやつもね、また後でちょっとそれもご案内するようにしようかなと思ってますけどね、いつもこう気になってますんで、はい、石川さんどうもありがとうございました。また、投稿の方よろしくお願いいたします、ね、野田の取り組みね、こういう団体さんもいらっしゃいますので、ぜひぜひ、どうぞよろしくお願いいたします。なんか結構いいね、食もからよさこいで、スカイスポーツもあればワフちゃんもいて、で端の方に申し訳なさそうにこうチキチキもいるという、なんとも言えない、千葉県野田市になりつつあるなと、そんな感じでございますけどもね。はい、はい、リアルタイムコメントいきましょう。親御さん、東洋ありますよ。あ、そうなんだ。あそこね、何が美味しいかってちょっともう全然忘れてた。僕二十歳ぐらいの頃だからさ、行ってたの。なんか、あ、じゃあ代変わって あんちゃんやってんのかな、きっとね。大柄さんありがとうございます。ゆで太郎のカツ丼は肉厚でなかなかなのだと。あー、そう、これね、あれゆで太郎か、あれゆで太郎じゃないのか、ゆで太郎、あれゆで太郎なんだっけな。僕たまに行く の、 安いお蕎麦屋さんのカレーも結構僕好きなんだよ。まあいいや、はい、そういうね、コロッケいつも入れるの。まあいいけど、はい、じゃあ板の方戻ります。今日刻印6時間前の投稿ありがとうございます。これ下町ですね、七つ屋さん行ったことある方いらっしゃいますかというね、すごいよ。下町のそう交差点の、梅里の方にちょっとすぐもう 何メーター20メーターぐらい行ったところの、梅里の方に向かって右側のところに、ね、ちょっとね分かりづらいかもしれないけどね、あるんですよ、お蕎麦とうどん屋さんね。はい、コメントいただいております。七つ屋さん行ってみたいですと、教区局員、入っておりますけどね。はい、江原さんこの前行きました。そう、七瀬さんどうですか。あんまりなんかチキチキ界隈ではね、あれ飛んでる、はい、あ、ごめんなさいね。どうですか、ライブちゃんと行ってます。今なんか途切れたような感じするんだけど大丈夫、ごめんなさいね。ちょっとなんか僕のパッドが今安定してないんですけども、はい、ごめんなさい。七つ屋さん、伊坂さんコメントいただいて、うちは常連ですという、書いてあります。はい、親人さんまだ行ったことないです。じゃあ次回はと、なってますけどね。はい、僕もずっともう行ったこと、お店時代ね行ったことないんだよ、七つ屋さん。ないんだけど、高校の時にそこの角の今の新宿屋さんのとこにあったスーパー増田っていう、これもよくチキチキでも僕喋ってるんですけど、の、高校生の時3年間ずっとバイトしてたんですけど、それで日曜日の、が最後まで最終まで出ると晩ご飯を出してくれたんですよ、6時ぐらいに。でラストまでっていう人、ラストまでかな、
バイトも社員もみんな取ってくれたんですけど、で大体取ってくれるのが天丼かカツ丼だったんですよ。どっちって聞かれて、うん、でまあ僕はまあ結構いい感じで、たまにイレギュラーで確かね鍋焼きうどん俺頼んでない気がするんだよね。なんかその部の、部長みたいな人と一緒につるんで、じゃあ俺らうどん食うかとかって言ってで ね、ね食べたことあるんですけど、うん、なんともまあバブル前だったけどね、バイトもカツ丼か天丼を結構な人数ほらバイト生もいっぱいいたんで、でもそれをガンガン食べてたから、うん、なんかやっぱね時代的にこう景気がいい今じゃありえないからね、なんかそんなカツ丼とかをさ、ね、こうバイトとかをみんなでこう食うなんていうのはないんだけど、うん、だから出前ではね取ってその増田の事務所のこたつでよくね食べてたんですけどね、順番にみんなで、そんな記憶はあるんですけど行ったことがないのでね、はいちょっとここもじゃあ潜入しましょうかね、はい、うん、だから結構ほらバイトとか社員の方も結構残る方結構ねいっぱいいたんで、結構な量持ってきてましたよ。頼んで一括で頼んでさ、4時ぐらいにどっちって言われて、天丼とかカツ丼とかって、うん、あ大丈夫、はい、親指どっさん写真アップ忘れたけど、お昼はトイットさんのパンでした、あんバター買いました、以前売り切れたのでだけど今日は出来たてを買ったと話になっております。はい、言ってますね。そして大河原さん、七つや代が変わってから繁盛してるみたいなんだ。ああそうなんだ、やっぱりそうだよね。あんまりほらチキチキ界隈だとさ、ちょっと話題にこう出ないんでね、うん、どうなのかなって思ってたんですけどね。じゃあちょっとこの辺りもまた、ちょっとね、時を見て、行ってみようかなと、そんな感じのことで、よかったら皆さん、下町、七つ屋さん、ぜひチェックの方よろしくお願いいたします。チキラーの伊坂さんはもう常連だと、書いておりますのでね、はい、よろしくお願いします。食事はしないでどうぞよろしく。はい、今日くんありがとうございました、ね、このあここにはやっぱりタヌキさんいるんだね。あいいね。じゃあここ行ったらこのタヌキさんと一緒に写真撮ってそれアップしてください。よろしくお願いします。僕も行きます。はい、じゃあいた。そして今日すごいね、やる気入ってますね。明日試験で夜放送を聞きながら、勉強、しております。江戸川京子局員でございますけどもね、日中は頑張って、取材というか、ね、写真撮っていただいたんですけど、はい、江戸川の、野田紀行ということで、すごいねちょっとおしゃれな感じで、うん、テレビ朝日とかでやってそうじゃねえ、なんかさ、はい、キッコーマン本社の裏手にある茂木本家教育基金さんの玄関先、個人的にお気に入りです。時間がここだけ止まってしまったみたいで不思議な空間、野田が好きと、書いてありますけどもね、ちょっとあの後で工事こうされたりとかこうしてるみたいなんですけどね、まあ、僕も結構こうよく通ってあそこの千葉工業のところにこうね、出てくるところの通りかなと思いますけどもね、いいね、なんかやっぱりこの雰囲気いい感じでありますけども、よかったら皆さんね、ちょっと通ってみていただいて、またこういう写真ね、こういう写真でいいんじゃないの、ハッシュタグなんだっけ、野田フォトコンね、こういうのでもよろしいんじゃないかなと、こんな感じを撮ります。はい、そう、あそこになんだっけ、琴平神社、明日10日だから開けてくれるんだけど、なんか工事してるから見られないのとか見られるとか、ちょっとなんかいろいろあったんで、ちょっと明日、明後日10日なんでね、ちょっと他の案件が入ってるんでちょっと行けないんですけども、ちょっとまたね、絡めてこの辺りもちょっと行ってみたいなというふうに思っております。ファンキー利根川でございます。はい、京子局員ありがとう。詳しすぎる大河原さん、詳しいね。七つ屋台が変わったっていうね。はい、京子に来ますね。七つ屋さん、車が止められず、
止められず、車内の赤信号で停車時写真撮影、写りが悪くて申し訳ありませんと、まあ大丈夫ですよ、ね、走行中は無理しないでねやってください。はい、じゃあ続いていきましょう。久々投稿ですね、松本ゆかりちゃんありがとうございます。6時間前投稿でございます。今日の野田市、最近皆さん、ね、ちょっとこう思い出したように今日の野田市、よかったら皆さん今日の野田市ねつけていただけると嬉しいです。愛宕駅近くにあるベーカリー花さんっていいのかな、アンド、肉の岩崎さん、やっておりますけどね、ごめん花さんちょっと僕ねノーマークだったな、これどこにあるんだろう。岩崎さんはこの間話に出たあれだよね、愛宕駅の今の何、今新しくできたロータリーの方をあの通りだよね、オンドラフトさんとかのとこ前をプツーって通って清水公園の方に向かっていったところの突き当たりの右側の角が岩崎肉屋さんだよね、これね。でこの間話した沖縄の居酒屋さんがその手前のところにある並びにあるっていうところだよね。はい、コメントミッチさん、ベーカリー花さん場所知らないんだけどどこにあるんですか。肉の岩崎さんはジャスコに店あった時に買ってました。コロッケ美味しいですよね。岩崎さんの次男は板金屋さんやってるんで昔よく話してました。そうなんだ。はい、松本家ちゃんありがとう。ベーカリー花さんは元愛宕保育所の近く、そうなんだ、あの辺りなのかな。じゃ一岡眼科さんとか今ある界隈かな。黄色い建物です。肉の岩崎さんはジャスコに会った時から、好きで本店は初めて行きました。ミツさん、はい、はい、あごめんね、ミッチさん、定年退職したご夫婦が開いたというパン屋さんかな、今度行ってみます。なんか詳しいねやっぱり地元情報ね。ゆかりちゃんありがとうございます。はい、そうです、定年退職したご夫婦が開いたパン屋さんです。卵アレルギーの人にも食べられるの、卵なしなの。ぜひ行ってみてくださいなと、いただいております。はい、親人さん、ベーカリー花さんどこにあるの、左下の50円が気になってますね。ベーカリー花さんは元愛宕保育所の、近くで黄色い建物です。前日に作ったパンはお安く提供してくれます。ああそういうことね。はい、スイヤンありがとうございます。肉の岩崎さん息子さんがやっている車屋さんにお世話になってますが、肉屋の仕事も手伝ってるみたいで大変そうです。やっぱりね、その奥さんとも仕事でお世話になってるんですけどね、パン屋さんは場所を分かってるんですが行ってみるとお店が、開いてなくて再度チャレンジしなくちゃと。いろいろね、コメントの方、いただいておりますので、よろしければ、その後ね、見ていただけると。はい、ありがとうございます。はい、矢内ありがとうございます。駅の近くということは2軒とも駐車場ないですが、肉の岩崎さんジャスコに会った時は休憩時間にささみか使ってソースかけさせてもらって食べてましたという、ね、はい、その他いろいろたくさん本当最近こうコメントがねぶわっとこうつながって、いただけるようになってるの本当にいいなというふうに思っております。どうぞ皆さん、見ていただいて、チェック、していただければというふうに思っております。なんか細かい話がわかるね、野田通になれんじゃないこれ見てっとさ、ね、はい、リアルタイムコメント入ってます。はい、スイアンカナツさんありがとうございます。ことぶきさんは下町の交差点から野田橋の方に向かって途中に、野田橋に向かって途中にあります門倉ベイの、そうなんだ。蕎麦屋さんなんですが、ラーメン野田で、一番うまいですよ、僕的に。そうなんだ。どっち側にあるんですかね、野田橋の方に向かって、門倉病院の近くなんだ。左側かな。はい。
教訓ありがとうございます。はい、小松さんいいな、なんか書いてますけど、はい、はい、キキさんありがとう。イーサークル不動や、不動産屋、さん裏は、花さんです。ああ、そうなんだ、不動産屋さんがあるんだ。はい、大柄さんありがとうございます。香取神社の先かなって、左側のところ、さっきの、なんだっけ、花んじゃなくて寿さんか、大山弥生ちゃんのカツ丼の話ね。うん、はい、かなさん、すいやん、ありがとうございます。大柄さん、そうですよ、結構前からやってますよね。あー、そうなんだ。はい、なんかあの辺にお蕎麦屋あるって、なんか 2,3 丁目誰かちょっと話聞いてたんですけど、そこと同じところかなね。うん、はい、そんなコメントいただいておりますね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ板の方、続きましてこれ柏の情報でね、熊谷さんありがとうございます。これ柏の、ね、手賀沼のところにある、道の駅の、ビアッジョさん、燃えてます。なんかちょっとすごい、ね、コメントですけどね、気に留めておいてください、メモメモですというね、また、特売、いろいろ入ってますんでね、よかったら道の駅、湘南、レストランビアッジョさんね、よろしければお立ち寄りください。はい、じゃあ続いていきましょう。これ野田さんありがとうございます。今年もね、楽しい投稿いただいております。はい、郁恵ちゃんこんばんは、お疲れ様です。終わったのかな。はい、郁恵ちゃんありがとうございます。でいきましょう、野田さん、今日は8ですので、銀だこで、ピザポテト味とネギマヨと団らんパック24個入りを買いましたというね、銀だこさん、恒例でございますけどね、今日は買ってるぞと、言っております。はい、本日8のつく日はスタンプ2倍という、銀だこさん、ぜひ皆さんも足を運んでみてください。野田くん、いつもありがとうございます。またよろしくお願いします。はい、はい、キキツさんありがとう。はい、6時間前、流れ山大高の森駅前のスターツ大高の森ホールの建物がいつの間にやらできてました。あー、4月オープン予定だそうです。詳しくは料金や、利用方法はまだ、不明なところはあります。どんな公共施設なんでしょう、お楽しみということで。あー、すごいね、あっち、あの辺にできるんだね。僕もね、なんか近所なんで気にはなってるんですけどね、あんまり足はあの辺踏み入れてないんで、なんですけど、ちょっと今度見てきようかなというふうに思ってますね。どんどんやっぱ変わるね、駅前がさ、あの、まあ、野田市駅もそうだし、ね、あととりあえず2年後には上に上がるのかな、野田市愛宕駅もそうだけどね、完全できない4年とか5年後っていう、この間ね市長話してたんですけど、うん、はい、流山の情報ありがとうございます。すいませんね、僕流山に、ね、あんまり流山情報出してなくて申し訳ないんですけども、はい、大高の森会はかなりね今発展していろんなお店出ておりますんで、ぜひねちょっと、まあ、近隣でございますので足をね運んでみてはいかがでしょうか。よろしくお願いいたします。はい、続きまして、まあこれは僕のとこですね、もうなんか今日はアップするものは全然ないんで、ハッシュタグ、ネタがないので、チキチキスタジオ周辺の写真で勘弁してくださいという、もうどうしようもないシャレにならない住宅地の写真をアップしておりますけどね、まあこんな感じの、近くで、スタジオがあるというそういう話でございます。はい、はい、その後いきましょう。瀬田さんありがとう。商売されてる方などは見ると見えるところに貼っといてくださいね、他人が守れば自分が、他人を守れば自分が守れますということで、あの咳をする時の、エチケット換気の、ポスターをね、今スライドショーでも回してますんで、見てお いていただければというふうに思って、ね、マスクか、なんだっけ、手のひらか、あとこの腕のところでこうやると、あの飛散が、収まるよという、書いてありますんでね、はい、よかったらチェックしておいてください。瀬田さん、いつもありがとう。はい、リアルタイムでコメントいただいてます。流れるね。
はい、はい、さっきの門倉美容院さんのところにある寿さんのお蕎麦屋さんのお話の続きが入ってますね。京子局員金さんへ、水安へ、今日通りましたあそこねと、書いてあります。いいね、いいね、女子があそこねっていうのは何とも言えないね、いい感じなんですけども。はい、いくえちゃんこんばんは。いくえちゃん、とりあえず宿題、とりあえず一つ、宿題終わりました。あ、まだあるんだ、大変だな。はい、今日曲ありがとう。水谷セブンイレブン湧き風ってのど橋の方に向かっていく途中の左側にありました、あれって思ってたんですよと。それが寿、さんね、やっております。はい、今日クギンボス、大丈夫、お疲れ様でしたということで、ね、また明日の朝も頑張ります。俊樹がと、うわそうか、明日から学校ね。はい、小原さん、すいえ元友達の家なのだっていうのが、お蕎麦屋さん。あ、島田さんこんばんは、お疲れ様です。この間どうもありがとうございました、天狗神社でね。はい、スイアンありがとうございます。お店の大将と友達とか書いてありますけど、なんかね、つながりがすごい感じありますけども。はい、じゃあ板の方、なんかこのオートパーラーのお話もかなりこう盛り上がって、おりますけどもね、いろんなこうブームが、出ておりますけども、そこで親指堂さんありがとうございます。今年初の湯の里、最近は極楽湯ばかりでしたが、今日は比較的午前中暇だったので行ってきましたという、なんと回数券が特別販売、買わなきゃ買わなきゃ、来てよかった。チキチキ聞いてると湯の里が閉店しちゃう、チキチキ聞いてると湯の里が閉店しちゃうから、夜、あーそっか、この放送ね、聞いてると、閉店しちゃうんで、夜の徘徊も兼ねて極楽湯に行っちゃうんで、ああそういうことね。たまにはこっちにも行かなきゃね、野田市民として。そう、まあそういうこともあるよね。これ安い、10枚綴り通常価格5600円が、5100円、いいね。入館料がなんと510円、1回あたり平日620円、あ、これどっちも使えるの、土日700円のところ入館料510円と、ね、書いてあります。あ、書いてある、土日利用 OK、 みんなで使える2年間有効ということでね、回数券いいですよね。安いね、これだと。そう、最近あんま行ってないんだよね、なんかまあちょっと先なんですけどね、ここの近くにもなんかできるみたいなんで、そしたら行ってみようかな。また大高の森あたりもなんかできるって言ってたよね、天然のやつが。ちょっと行ってみようかなというふうに思っております。はい、菅原さん、我が家も時々利用します、安いから近々出かけてみようかなと思います。個人的ですが、以前、ここの厨房で働いた時期があります。おー、皆さんそうなんだね、入荷セットでよく食べてますよと。はい、ありがとうございます、親人さん、なってよろしくお願いします。はい、大川さんありがとうございます。すいやん、家だけ友達んちなんだ、なのだと。貸してんのかな、さっきの寿さんとお蕎麦屋さんの話だよね。はい、今日局に大川さんへ友達なのですか。はい、すいやん了解です。はい、いくえちゃんありがとう。あ、行っちゃった、なんかさ、はい、ちょっとね、なんかパッドが、はい、出た。はい、もう今日から学校、あ、今日から学校なんだね、そっかそっか、そうだね。冬休み中になくした課題2つ、始業式の今日もらってきたので、あさってまでに提出です。うわ、としきくん頑張ってくれるようにお伝えください。小柄さん、すいやんへ、跡地が寿ラーメン行ってみるのと。ああそうなんだ、前に友達ん家だったんだ。はい、じゃあリアルタイムコメント、もうね終盤でございますのでね、皆さんね、頑張ってお付き合いよろしくお願いいたします。はい、あ、これはいいかな、僕からですね。はい、SNS 上で生放送でみんなで集まって地域活性化と情報発信ということで、
これは14日の公開生放送の、ポップ、出しております。これイベントね、立っております。あのご参加、ね、される方、今日、午前中ぐらいに、参加チケットの方をね、あと詳細を お送りしてありますので、そちらの方ぜひ読んでおいていただいて、当日、時間までにねお集まりいただければというふうに思っております。よろしくお願いいたします。はい、で毎晩、書いてるよと、YouTube アップしてるよと、撮ります。はい、まあ板はそんな感じかな今日はね。はい、なんかいろいろ出てるお蕎麦屋さん、これね昨日だから菊池さんね、いろいろ出てますね。今日は七つ屋さん、ことぶきさん、ほんといろいろ出ておりますけどもね。はい、はい、いた、オッケー、大丈夫かな。まあね、そんな感じで、やっておりますけども、それではだいぶね遅くなってきておりますので、じゃ簡単にちょっと CM、 あごめんちょっと待ってね、あまたやっちゃったよ。はい、はい、じゃあ行きましょう。はい、じゃあ CM、 皆さんどうぞコメント打っていただいてね、やってください。はい、じゃあまずはこれは、野田に生きた人々その生活と文化2019という、これロングランでね4日スタートで、3月25日まで、京都博物館こちらの方で開催されておりますので、ぜひ皆さん足を運んでみてください。いろいろ、コンサートなどもね予定入っておりますので、よろしければ、ぜひ足を運んでね野田の、歴史、ちょっと辿ってみるのもよろしいかなというふうに思っております。どうぞよろしくお願いいたします。ちょっと私も近々お伺いいたします。はい、そしてこちら、これ昨日、スイアンの、投稿いただいております、熱気球教室ということで、流山北小学校で、体育館で開催の、スポーツ、スカイスポーツ振興会さん、の、授業となっております。2月9日土曜日、開催となっております。体育館に気球を、ね、持ち込んでいろいろ勉強というかね、体験する、企画でありますので、気球を作ってねこうなんか飛ばす、とかありますけど、小学生、これ限定になってるのかな。詳しくは、こちらの、ね、ポップの方を、見てね、板の方に貼ってあります。昨日のところなのでね貼ってありますので、よろしければチェックしてみてください。小学生のねお子さんをお持ちの方はぜひよろしくお願いいたします。すごいよね、さっきのなんだ飛行機の歴史をたどる模型もすごいんですけどね、スカイスポーツ振興会さん、精力的にね、やられてるということ。今回なんか流山の小学校さんと合同かなでやられるみたいなんで、流山のこう会場、みたいなんですけどね。はい、ぜひ足を運んでみてください。そしてなんか今日流山つながり多いですね。はい、第101回運がいい朝市ということで、今月は26日土曜日、開催、利根運河で温まるという、サブタイトルで、開催となりますので、ライブその他、ね、いろいろなお店たくさんこう出るイベントとなっておりますので、よろしければ、運河朝市足を運んでみてください。よろしくお願いいたします。はい、そしてこれはもうあれですね、チキチキ情報局イベントサポート事業部ということで、イベント音響、イベント企画運営、その他ね、インターネット放送など受けたまわりますよとね、まあ、なんかうまくこう使って少しでもこう PR、ね、したい方とか、イベントをちょっとお店単位でもこうやり、ちっちゃなイベントね、こんな大きいイベントはあれなんですけども、まあ、小さいイベントとかで、やる、ありましたらご相談いただければというふうに思っております。どうぞよろしく
お願いします。そして見学同好会ひたすら募集中です。ちょっと今ね正月明けなんですけども落ち着いたら、ちょっと動かそうかなというふうに思っております。はい、いろんなねあのメンバーさん集まってますけども、ね、またなんかこうやりたい一緒にねちょっとやりたい方とかやっていただければ、まあ、あの昭和の頃ね、ご存知の方は、分かると思うんですね。金ちゃんバンド的な感じでございますのでね、うまさとかなんかこう表現とかさなんかなんていうのそういうのをこう追求するんじゃないからさ何が言いてんだよとかさそういうんじゃなくて、みんなで楽しく合奏してちょっと上手くなったら、有賀くんとかにちょっと曲をね野田の曲を作って、まあ、みんなで歌詞作ったりとかしてで有賀くん作曲してもらったりして野田の歌をみんなで合奏しようというね、そういう活動をしたいなというふうに思っておりますのでよかったらみんなで軽、音楽同好会活動をやりましょう。よろしくお願いします。はい、でこれは、チキチキガイでございますけどね、イクエちゃん、やっておりますねよさこい連オーブさん、踊り子募集というね、なっています。もうちょっとねあったかくなるとまたシーズン、2019年シーズンスタートということで、またね活発に、活動されますので、ぜひ、興味のある方は、合流して、盛り上がっていただければというふうに思っております。そしてこちらはミッツさんやっております野田組同じですねメンバーさん募集中という、ことになっておりますので一つよろしくお願いいたします。はい、市民活動元気アップフェスタ集まれ野田の仲間たち、今年は2月10日の日曜日10時から15時30分開催中央公民館周辺の会場となっております。野田で活動されている市民団体さん、集まりまして、ショーケース的なね、こんなことしてるよとかさまあ、当日みんなでやりましょうとかミッツさんとかはねよさこいを去年はホールの中でね、やられたりしてたんですけども、まあ、あのいろんなね、チキチキのメンバーさんも、各団体で皆さん頑張ってられる方が多いのでね、当日は、たくさん集まると思いますので、スイアンとかも、今回ね参加となっておりますので、ねよろしければ足運んでいただければというふうに思っております。はいはい、これはハッシュタグ野田フォトコン、ねいいかなこれはもう毎晩やってるからね、こちらのぜひ、写真の方アップ、みんなでやりましょうということになっております。はい、そして、これはね来週の月曜日、公開生放送親指堂、ね、で、当日の、参加観覧参加の方も締め切ったんですけども、ライブ放送を、19時7時オンエアでスタートします、まあ、そこから1時間半ぐらいかな一応予定で、いろいろやってきますのでね、まあ、板もやるんですけども、まあ、当日、親人さんの、ねトークとかも、入ってきます。あといろんな方あの当日、ねいらっしゃいくれますのでね皆さんのトークなどをちょっとやっていこうかなというふうに、思っております。でミニライブが、小林翼くんと、須賀俊彦くんこれ野田市出身在住のアーティストさん2組ね2、3曲ずつなんですけどもね、ちょっと静かめに、ライブもやろう、まあ、そのあたりも含めまして、ぜひ、オンエアチェックよろしくお願いいたします。こんな感じで普通にいつものチキチキと同じような感じで聞けますんで、よかったら、チェックの方よろしくお願いいたします。はい、これいいかな。はい、いやまあいいやファンキーズのスカイミュージックレディアネックス、おこれ明日だ。そう明日まだ台本書いてないんですけど明日やります夜7時30分から、生放送でお届けしてまいります。またチキチキの方にちょっとアップしますので、ね、お時間のある方また、聞いてください。今年一発目東金に行ってきます。はい、よろしくお願いします。はい、ツイッターあるよ YouTube やってるよ、はい、寄付金、よろしければね、14日の日に寄付金箱設置しますので、よろしければね、お気持ち、お願いいたします。はい、はい、まあそんな感じでね、やってまいりましたけども、はい、じゃあ最後リアルタイムコメント、読んでね、お会いしましょう。もうこの後明日の、台本をね、書かないといけないので、まあ、そんな感じでちょっと今日は早めってもね
本当だよ。ちょっとさ、ここのとこね、冬休みに長すぎちゃったからさ、放送ね。はい、じゃあここ、じゃあリアルタイムコメント少しだけ読んで終わりにしましょう。イケちゃん親も大変、ああね、頑張ってください。はい、イクエちゃん、親人さん、お疲れ様でした。イクエちゃん、部長、疲れが溜まってるんで、後日行きますというね、なってます。はい、スイアン、ありがとうございます。五目中華が、絶品ですと、書いてあります。さっきの、寿さんの話。はい、違うのかな。はい、きょうくん、あんさん、すごく気になります。書いてあります。はい。おやびさん待ってます。はい、大河原さんありがとう。伊藤さんお察し申し上げます。毎日のアメとムチ、ご苦労様なのだと。はい、やばい寝ます。おやびさん、はい、おやすみなさい。お疲れ様でした。伊藤家ちゃんありがとう。大河原パパ、子供たち寝た途端ぐったりですと。お、大変ですね。はい、みつさん、私も眠いので明日アーカイブで聞きます。ファンキーさん、お先おやすみなさい。はい、おやすみなさいということで、イクエちゃんありがとうございます。SMR 頑張ってくださいね。野田で聞きます。ありがとう、イクエちゃん、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。元気アップフェスタの舞台音響、七夕秋夫さんの助手やっていたりょうくん、ここ3年お願いしました。七夕の時ファンキーさん、金津さんご紹介できなかったので、元気アップフェスタの時に、ご挨拶参りますと、書いてあります。はい、ぜひ皆さん元気アップフェスタもね、足を運んでみていただければと書いてますね。はい、ありがとうございます。細かい七夕の時なんでね、ちゃんと入ってますから。はい、今日、はい、みつさんお疲れ様でした、おやすみなさいという、はい、いろんなね、ことが巻き起こっております、野田城なんですけどもね。まあ、なんかさ、多分って言ったら変だけど、こう単発でこうやっぱりさ終わっちゃうと、まあその時盛り上がったんだけど、やっぱりそのなんかこうやっぱりなんかこう継続性がね、なんかあるといいのかなっていうんで、まあその辺もこう考えてさ、ちょっともう最近無理ぐりでもないんだけど、こう毎日こうずっとねベタでこうやってる感じでなんですけど、まあなかなかねこうずっとやっていこうと思うともう大変かなと思うんですけど、やっぱりこうイベントでね、その時は盛り上がるけど、また終わっちゃうと来年までねってなっちゃう、になるのもね、まあ僕的にはどうなのかなと、そんな感じもねこう思ってますんで、まあこう継続性持続性をね、持った、地域、まあ活性っていうまでいかないけどさ、こんな別にチキチキがなんかほら、そんなにね大したことはないと思うんですけども、でもやっぱりこうね、板の方も本当に最初は僕一人で書いてたんですけど、本当最近皆さん書いていただくので、僕をね書かなくなるかなっていうのは申し訳ないんですけど、少しこう手が、離れてきたかなと、そんな感じもありますんでね、またその分他の、ね、こう放送だったりとか、もっと他の、ことにこう回れるかなということになっております。どうぞ皆さん1日1投稿で結構でございますので、まあ無理な方はねリアルタイムで放送の方を聞いていただいてね、コメント打っていただいても構わないと思いますので、ぜひぜひ、まあまだ4ヶ月5ヶ月目に入ったところなんでね、はい まあ引き続き、よろしくという、ことでございます。はい、すいません、放送時間が1時間を超えるとヘッドホンの耳が痛くなってきます。ありがとうございます。僕もだから片方にしてるんですよ。片方を耳出してやってるとね、いくらかいいんで、そうまあそんなね、感じで、やっていきたいなというふうに思っております。はい、きょうくん、ありがとう。七夕の時秋夫さんのところに挨拶に行ってりょうくんにお会いしました。多分あちらを覚えてないかもと、いうふうにね書かれておりますけども、はい、まあいいやね。チキチキ明日もやります。よろしく。明日、そう、明日ごめん、
東金に9時ぐらいまでいますんで、明日はそうだな、多分東金は長い日だと思うので9時までやるかな確か、なのでまあ早くても11時半に頑張ればスタートなんだけど、まあ準備とかするとまたちょっと遅くなっちゃうかもしれないので、また明日の分はね無理して聞かれなくても、またなんかあの夜の部の方もいらっしゃるみたいなんで、12時ぐらいまでとかね、お仕事でその後、帰って、来られる方もいるので、ね、まあ、そのあたりこう入っていただければ構いません。あんまり無理して、ね、起きてなくても結構でございますので、ぜひ引き続き、どうぞお付き合いの方よろしくお願いいたします。で今週はそう、あ、木曜日に昨日も言ったんですけど、なんだタウン誌の、取材をちょっと一本、入ってますんで、久しぶりに、取材をされる側というね、チキチキをなんかちょっと、媒体で取り上げるというか、あの紹介したいと、ね、言っていただきましたんで、まあ、何企画か分かんないんだけど、まあ、こんなことやってるよっていうことをこうちょっと話していこうかなと。でもちょっとその取材あったりとかね、まあまあ年明けからいろいろ楽しく、それで28日が J:COM の、公開録音、公開録音じゃない、公開じゃないんだ、収録、テレビ収録、ぜひ、チェック、していただければというふうに思います。は、3月かな放送、 J:COM は3月で、たくさん行けないんですけど、5、6人だったらその放送の現場に入れるというか見学できるということなので、もし、28日の、3時からかな収録、新松戸のスタジオに、J:COM さんのスタジオで収録になりますんで、もしお時間のある方、ね、ちょっと前もって、ご連絡いただければ一緒にね行って、まあ、うん、ちょっと見学ね、できますんで、よろしければ、元宝塚のなんとかさん、ごめんなさい名前ちょっと覚えてないんですけども、方が、今司会というかね、お相手という形でちょっとおしゃべりさせていただこうかなというふうに、もちろんチキチキをメインでね、こうしゃべって、まあ、チキチキの宣伝に行くようなもんなんで、うん、ちょっとね、そのあたりもやってますんで、もしお時間のある方、28日の午後からかな、新松戸で、の J:COM さんでやりますので、これファンキー利根川の方まで、ご連絡いただければ、一応公開放送っていうことは収録じゃないんですけども、まあ、スタジオに入れるよっていう、話になってますんでね、よかったらぜひよろしくお願いいたします。うん、まあなんか楽しいね、いろんなことがあるからさ、うん、はい、小原さん耳汗、そう僕もね、なんか、うん、ヘッドホンはなんか半分しかつけない人なんで、いつも、はい、はい、ゆくちゃんありがとうございます。チキチキ、明日はリアルタイム聞けないのと思うので、アーカイブ、はい、大丈夫ですよね、遅いんでどんどん寝てください。有賀くん、そうだったんです、まだまだ将来がある、これから少年ですので、社会経験を含め、仲間入りのほどお願いできればというふうに思っております。うーん、はい、まあいろいろね、そう、若手もね、なんかこういう活動、少しでもこう興味持っていただけると、というか逆に僕らがこう興味を持ってもらえるようなやっぱ活動していかなきゃいけないと思うんだよね。なんか若いやつはさ興味ねえんだよなっていうのは、逆に言ったらそういうことをこうやる側がね、やっぱりこう発信していかないとダメかなってこう思ってるんで、まあ、僕的にもなんとなくこう若い子にも受け入れられるようなね、こうことを少しずつやっていこうかなとは思ってますけど、まあなかなかねこればっかりじゃないんでさ、難しいかなと思うんですけどもね、はい、まあいいや、チキチキは本当に未知の、ね、領域に入ってますのでね、なんか全然手本がないんでさ、本当に皆様 の, 応援と、ね、皆様各自の、活動が、頼りでございますので、ね、ぜひぜひ、いろんなところで活動されて、またそれをチキチキの方にフィードバックしていただけるとね、どんどん盛り上がっていくかなと、そんな風に思っております。はい、それでは、今日はここまで。明日は早ければ11時半だけど、まあ12時ぐらいの線が強いのかな、ちょっと
いつもねご飯食べなければ早いんですけど、ちょっとねやっぱお腹すきすぎちゃうとその後結構生活が乱れちゃうので、ちょっとご飯を食べさせていただいた後に、放送させていただきます。12時前後ぐらいになるかな、また近くなりましたら、投稿の方でお知らせさせていただきたいなというふうに思っております。はい、今夜もどうも長々とお付き合いいただきましてありがとうございました。最後はじゃあ僕大好きな岡千尋ちゃんというね、このワンという曲で、最後は締めたいなというふうに思っております。はい、本日もたくさんコメントリアルタイムご視聴ありがとうございました。明日も引き続きよろしくお願いいたします。ここまでのお相手は千葉県野田市チキチキ情報局局長&しゃべるカニファンキートレガーでございました。それではまた明日、遅いのでね早めに寝てお仕事学校、家事頑張りましょう。どうもありがとうございました。おやすみなさい、失礼します。バイバイ。孤独と